現在完成している中では、日本最大の治水ダム、梶川治水ダム治水ダムとは、ダムの目的の中で治水に特化した目的を有するダムのことである。おおむね小規模のものが多いが、近年では大規模な治水ダムも計画されている。治水に限定して建設されるので、水道の供給や水力発電は行わない。治水ダムにはダム湖に貯水をするものと、 全く貯水を行わないものとがあり、校舎は特に穴空きダムと呼ばれる。ダムの形式については、重力式、コンクリートダムの採用が大半を占めるが、ロックフィルダムやアースダム、さらにはそれらの複合型であるコンバインダムを採用した例もある。ダム建設の目的は、まず灌溉用水の供給に始まり、その後上水道供給に比重が移され、18世紀に、 入ってからヨーロッパを中心に、洪水調節を目的としたダムが建設されるようになった。だがほどなくして1889年に、ドイツの夫を陰性が多目的ダムの理論を提唱し、以後は単一目的のダムを建設するよりも、複数の機能を持ったダムを建設した方が合理的であるという観点から、河川総合開発事業としての多目的ダム建設が流星となり、 現在に至るまで海外においては、治水を専用とするダムが建設されるケースは少ない。特にヨーロッパでは、治水政策がほぼ完成に向かい、1万年に一度の大洪水にも耐えうるほどの対策が完備しているため、今後治水目的でダムが建設されることは、まずない。日本においても、同様の流れでダム建設は進められていて、太平洋戦争後になると、 経済安定本部が中心となってまとめた河川海底改修計画により、利根川や淀川など全国各地の河川において多目的ダムが建設された。同時期、打ち続く台風による水害から地域の復旧を行うことを目的に地域の災害復旧に助成金を支給して復興援助を行う河川等災害助成事業が全国各地で実施された。 山口県の五章川ダムや香川県の五名ダム、茨城県の藤井川ダムが、地水専用ダムとして建設されていった。農地防災ため池、小渕ダム一方で、食料お増産が課題であった。農業政策で、農地の新規開拓は、最重要となっていた。だが、打ち続く台風や豪雨によって、農地流出の被害が全国で、相次ぎ、農地を、水害から保全するための、 農地防災事業が土地改良事業や灌漑排水事業の一環として進められ、農地防災のためのダム建設が全国各地で進められた。これが農地防災ため池と呼ばれるものである。日本で最初に完成したロックフィルダムである岐阜県のオブチダムや静岡県の大城ロガー防災ダムなどがこれにあたり、1950年代から1960年代に かけて農地防災を目的とする地水ダムが盛んに建設された。都市の発展とともに次第に各地化が進展するにつれて中小河川での洪水被害が顕著となり、これを抑えるための河川改修が必須となった。ところがこのような河川の場合では住宅地を流れているケースも多く、堤防建設は家屋移転の保償費用が莫大なものとなることから次第に不可能になりつつあった。 このため上流にダムを建設して、治水に当てようとしたが、従来の河川等災害助成事業では、国庫から支出される助成金が最大でも被災金額の2倍が上限という規定があり、これでは十分な河川回収が遂行できないという問題が発生した。これを解決するため、1967年に制定されたのが補助治水ダム制度である。これは、 都道府県営ダムである多目的ダムが建設に際して国庫補助を受けることができるという制度、補助多目的ダム制度を治水専用ダムにも延用しようとするものである。これによって必要な事業費の捻出が可能となり、1972年に秋田県で完成した旭川治水ダムを皮切りに、全国各地で治水ダムが建設されるようになった。現在治水ダムは、 全国で215施設があり、近年では国土交通省直轄の治水ダムも建設が進められている。治水ダムの貯水池ダム中央部のゲートから下水は放流される。多目的ダムに比べ貯水が低い。ダム上部の非常用洪水発揮はゲートが全く存在しないのでゲートレスダムである。治水ダムは洪水調節が最大の主目的である。そのため、 貯水池の利用配分が多目的ダムや利水専用ダムと大きく異なる。通常、貯水池の容量である総貯水容量から大差が100年間に貯水池内に溜まる量を試算して算出した大差容量を差し引いた残りの貯水容量が実際にダムの目的に使用される有効貯水容量となる。多目的ダムや利水専用ダムの場合ではこの有効貯水容量の中に 洪水調節容量や発電容量、水道供給のための利水容量が組み込まれているが、地水ダムの場合では、有効貯水容量のほぼすべてが洪水調節容量となる。すなわち、地水に特化している分、より大量の洪水を貯水することが可能となる。このため、比較的規模が小さいダムであっても、多目的ダムと同等かそれ以上の洪水調節が行える。 多目的ダムの場合では、利水に差し支えないように細かな水量操作が必要となるので、貯水池の水量をあまり低下させることができない。また事前放流が必要となる場合が多いが、治水ダムの場合には利水への配慮が不要になるので、事前放流の必要性も少なく、かつ貯水量をより低くすることが可能となる。したがって、 地水ダムの貯水は多目的ダムのそれに比べて一般に低くなっている。また、利水目的が少ないことから流入した下水をそのまま貯水するだけで水調節がこと足りる。このためゲートを設置する必要性が薄くなるので近年建設されている地水ダムのほとんどは非常用洪水破棄にゲートを設置しないゲートレスダムとなっている。ゲートレスの場合貯水量を超える洪水が流入しても 余剰分だけが自然に放流されるので細かなゲート操作の必要性がない。このため公費削減や管理簡素化の観点からも好まれる工法である。ただし、河川維持用水や観光水利権者への用水補給を行うといった不特定利水目的を有する治水ダムの場合は、利水放流用のバルブとしてハウエルバンガーバルブなどを設置して、一定量の水を下流に放流している。 穴空きダムを上流から見た姿一番下の穴から下水が流れる。手前にあるのが、流木よけ流木よけダムの直下流部魚類が通過できる工夫がされている。穴空きダムのダム湖通常時は全く貯水していない。穴空きダムは、その名が示す通り、ダム下腹部に常用洪水吐きに相当する穴が開いているダムの通称である。治水ダムの中でも、洪水調節のみに目的を特化した。 地水専用ダムで盛んに採用される工法である。平常時は全く貯水を行わず、下水はダムがない場合と同様に普通に流化していく。このため、通常時のダム湖は水が溜まっておらず、ただ川が流れている状態である。この穴から放流できる水量の上限は決まっており、それを上回る大量の水がダムに押し寄せる洪水時には流入量の一部が放流され、残りが ダムに貯水され、ダム湖の水位は上昇する。洪水の沈静化とともに、ダム流入量は低下。それに伴い貯水量は減少し水位は低下。やがて元の通常の状態に戻っていく。穴の大きさは計画された洪水カット量を基準に算出し、設計される。したがってゲートがなくても一定量が放流される構造となる。また、ゲートレスであり。 川床の高さもダムの上流と下流と、で、ほぼ同じあるため魚類の往来に支障が少なく、通常のダムで見られるような挙動などは、必要ない。また、常用洪水破棄である穴が、流木など上流からの漂流、漂着ゴミで塞がれないように、ダムのすぐ上流部に柵などを設ける。穴空きダムでは、貯水容量のすべてを洪水調節容量に、使用できるため、 水量調節の必要性が全くない。このためゲートが不要であり、高費削減に貢献が可能である。また通常は自然な下水の流下を妨げず、魚類の往来に支障がないほか、ダムの宿命とも言える大差の除去が極めて勘弁である。ため、維持管理がしやすいといった利点がある。ただし貯水を全く行わないので、利水には不適当である。 日本では1950年代より採用されており、農地防災ため池を中心に小規模なものが多く建設されている。戦後最大の多目的ダム計画である沼田ダム計画の原点は穴空きダム方式の治水ダムであった。なお、元長野県知事で脱ダム宣言を発表した田中康夫が発案した、稼働内有水地というものは稼働内に高さ30メートルから40メートルの 堰堤を建設し、洪水地に貯水を行う、という趣旨のものであったが、これは、穴空きダムの構造そのものであり、特に目新しいものではない。ダム反対派の中には、流木によるゲートの閉塞によって、ダムの機能が喪失する、または、急激な貯水によって、地滑りなどを誘発する、として、穴空きダムに対しても、否定的な意見がある。静岡県の大城川の地防ダムや原の、 谷川ダム、和歌山県の小匠防災ダムなどでは完成以後40年近く経過しているが、大きな問題もなく稼働しており、現状としては反対派が主張するような懸念は発生していない。しかし、季節の穴空きダムはいずれも小規模なものであり、アス和川ダムなど大規模な穴空きダムについては、周辺の影響が未知数であるため、完成後も注意深い観察が必要であるとも、 考えられている。治水ダムをめぐる動きは、当時の国内事情によって治水ダムの計画が左右されるという例が顕著に見られる。1970年代から1980年代にかけては人口増加や電力需要の増加によって治水ダムの多目的ダム化という動きがあり、1990年代以降は逆に水需要の減少による多目的ダムの治水ダム化という動きが見られた。 治水ダムから多目的ダムに変更された、漆沢ダム1967年の補助治水ダム事業の導入以降、多くの地方自治体で治水ダムの建設が盛んとなった。だが、この時期は人口の増加が著しい時期でもあり、上水道や工業用水道の需要が増加していた。また、オイルショック以降、国産エネルギー需給体制の強化が叫ばれ、 一般水力発電事業の見直しも図られるようになった。これを受け、当初は治水ダムとして計画されていたダムが、多目的ダムに計画変更される例が続出した。例えば、宮城県の成瀬川本流に建設が進められていた、漆沢ダムであるが、当初の1970年には、洪水調節専用であったものが、大崎市など成瀬川下流部の宅地化振興や、 工業団地進出によって水需要が逼迫したことにより上水道と工業用水道の目的が加わりさらに電源開発の緊急性が高まったことで水力発電も目的に加わり1980年には5つの目的を持つ多目的ダムに事業は大幅に拡大したまた治水ダムの初期例で穴空きダムでもあった茨城県の藤井川ダムは水戸市の水道需要拡大と 沿岸農地の高地面積拡大で水需要が逼迫し、ダムを管理する茨城県は1977年よりダム再開発事業として多目的ダム化を行い、穴空きダムにゲートを設置して貯水を行うこととした。こうした地水ダムの多目的ダム化は全国各地で見られ、特に下流地域への上水道供給目的を付加する例が多かった。1980年代後半以降は、 ダム管理に必要となる電力を賄える程度の小規模発電所やマイクロ水力発電相当の水力発電所が設置される例も見られた。多目的ダムから地水ダムへ変更された辰巳ダムの建設予定地、ダム本体の工事に着手するまで33年、費やしている。地水ダムから多目的ダムへの事業変更例がある。一方で、1990年代以降は、 バブル崩壊による不況や産業の空洞化、産業形態が重厚調大型から軽薄単焦型へ移行することで、工業用水需要や電力需要の増加が伸び悩み、もしくは低下した。また、人口の増加もこの頃鈍化の傾向を示し、公共事業の見直しを迫る風潮も手伝って、多目的ダム事業も大幅な修正を余儀なくされた。反面、 地球温暖化による極端な集中豪雨が連年全国各地を襲い、治水対策の再検討も叫ばれた。こうした中、堤防建設や川幅の拡張、あるいは家屋移転を伴う氾濫源の復元といったヨーロッパ型の治水手法が過密な宅地化によって行えない現状において、ダムによる洪水調節が重要視された。こうした動きの中で、 多目的ダムの事業や規模を縮小して、治水ダム化するという事業例が見られ始めた。特に顕著なのが、国土交通省直轄ダムである。従来は、特定多目的ダム事業に特化していた、国土交通省であるが、水需要の減少と集中豪雨の増加によって、いくつかの多目的ダムについて治水ダムとして、事業変更を行った。 前者の理由により、地水ダムとなった例として、重要分水事業が中止になったことで地水ダムへ変更した愛媛県の山取坂ダム、1966年の計画発表以来40年以上着工できていない、熊本県の川辺川ダムなどが挙げられる。一方校舎による変更で、代表的なものが福井県の阿蘇川ダムであり、当初多目的ダムであったが、住民の反対で、 事業凍結していたものの、2004年の平成16年7月、福井豪雨によるアスワ川流域の深刻な被害を機に、多目的ダムから地水ダムへの変更を行って、事業再開を2006年より開始した。だがこうした動きに対して、ダム建設に反対する日本共産党や市民団体は、税金の無駄遣いであるとして連携した反対運動を繰り広げている。また、 従来は建設を行わなかった新規の治水ダム事業にも国土交通省は着手、あの秋ダムとして熊本市を流れる白川上流に現在建てのダムを建設しているほか荒川ダム再編事業として埼玉県に計画している新大道ダムは高さ155メートルと完成すれば日本で最も高い治水ダムとなる各地方自治体においても同様の傾向が見られ 代表的なものとして、石川県の西側に建設が予定されている、辰巳ダムは多目的ダムから、穴空きダム方式の治水ダムに計画が変更されている。また、長野県に次いで、脱ダム施策を発表した滋賀県も、片幸子知事がダムは、治水に有効であると容認に方針を転換。セリタニダムや北側第一ダムを、穴空きダムとして、建設を検討していた。一方で、 国土交通省が事業を一時凍結していたオードガーダムやニューダムについて再開するという河川整備計画原案を示した時期からはダムに対して、カダ知事は再度慎重な姿勢を貫いている。ただ、セリタニダムについては最終的な結論には至っておらず、さらに検討を進める必要があるとしている。しかしこうした動きにも賛否両論が絶えない。さらに、 福岡県が建設する藤並ダムは計画発表から完成まで39年を要したなど、いくつかの治水ダムは日本の長期化40年以上も経過して完成していないダムについては必要性への疑問が日本共産党などダム反対派や一部の流域市民などから提出されている。また大河川では治水事業の整備により洪水被害が減少した一方で、 中小河川については、都市部を中心に集中豪雨による被害が多発している。このためダムに頼る治水だけではなく堤防補強や稼働屈作の実施、また、減災対策など、ソフト面での対策を含めた総合的治水対策の必要性を重視する意見もある。ありがとうございます。